続いてリードの入力を行っていきます。 MIDI は SP16 から送って、サウンドは AS1 の方から作っていきます。で最後ですね、この、サンプリングをして SP16 の方に、サウンド録音していくのですが、13番のパッドにですね、このトラックタイプトーライズ AS1 になっています。これによってこちらの AS1 をコントロールすることができるようになります。それでは早速、入力を行っていきますが、実はですね、この14番のパッドに、隣のパッドにですね、スルーというトラックタイプを、作ってあげます。まあ、これはラインインなんですが、こうすることで AS1 のサウンドが入力されます。なので通常2つのパッドが必要になります。ではパターンを実際入力していきます。このセットスケールというところを押すと、ここにスケールのカテゴリーがありまして、まあいろいろペンタトニックとか、まあ、マイナースケールとかブルースケールとかいろいろ選ぶことができるんで、まあ、こちらを活用すると面白いと思います。ただ今日はクロマチックのまま、こちらのスケールボタンを押すことで、まあ、ここは今 G の3ですとか F シャープとか、まあ、ここはですね、いろいろここのルートノートっていうところを変えれば、パッドに好きな音程をアサインすることができます。入力を行います。入力ができました。まあ、先ほど入力を行ったパターンなんですが、こちらで少し音色のエディットを、例えば DK 変えたりですね、エディットが終わったら、今度はここの14番のパッドに録音をしていきたいので、このサンプリングエディットをします。でソースはラインになっていて、スレッショルドプレイ、これはどういう意味かというと、 SP16 の再生を開始した途端に録音を開始するという機能になります。まあ、とても便利です。それからレックのレングスが4小節になってます。レックボタンを押してですね、再生を開始すると4小節のサンプリングができます。それではやってみましょう。パッドの15を選んで、今録音されたものを選択してあげます。こちらでですね、このもともとタイムストレッチ、今オフになっている状態なんですが、こちらをマスターテンポに変えてあげることで、メインのテンポがですね、例えば120とか100とかになったとしても、このサンプルはそのテンポに追従してくれますので、非常に便利です。これはオンにしておくことをお勧めします。サンプルのロードが終わったら、1小節目の1番にノートを入力してあげると、これで再生すると、このサンプルが鳴りますので、では。以上でリードの入力を行いました。